午前10時50分ごろ、米朝首脳会談の、1対1会談が終了した。米国のドナルド・トランプ大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長は同日午前、シンガポール戦闘佐島のカペラホテルで対面。握手を交わした後、会談室に入り約35分間、1対1会談を行った。 1>, 1対1階段を終えた両首脳は、バルコニーから取材陣へ和やかな表情で手を振った後、拡大階段の場所へと移動した。